ニュープラットニュープラットは2次元もしくは3次元のグラフを作成するためのアプリケーションソフトウェアである。インターネットにおいて無料で配布されているフリーウェアである。1986年に最初のバージョンが開発された。現在では Linux、Unix、Windows、MacOS などの多くのオペレーティングシステムに対応したバージョンが開発されている。 オープンソースソフトウェアとして公開されており、高機能、高精度であることから、特に学術研究に広く利用されている。また、使い方を解説したウェブサイトも数多く存在する。入力したデータや数式等をもとに、画面もしくは画像ファイルへグラフを生成する。画像ファイルのフォーマットは、PNG、EPS、SVG、JPEG などの多くの形式に対応している。 用途によってバッチファイルとしてまとめて処理を行わせる方式と蓄字命令文を入力してグラフを描画させる方式とを使い分けることができる。名前にヌーと関されてこそいるが GNU プロジェクトとは関係がなく独自のライセンス形態をとっている。ソースコードをコピーないし改変することは許されているが改変を加えたバージョンの配布はパッチ形式でのみ可能である。 したがって GPL と互換性がない。出力結果使用したコマンドと結果として出力された画像を示す。アウトプット 2PNG ファイル。セットターミナル PNG スモールカラー。セットアウトプットラガースミックスパイラル PNG。セームスケール4ボースアックスハーフサイズアウトプット。セットサイズマイ04-10.5-0.5。 モアサンプルポイントツープロデュース produce s m o セットサンプルズ百七十アクシーズインザセンター、ノーティックマークス。セットジロアクシス。セットノックスティックス。セットノイティックス。セットノブアダー。セットポーラー。セットタイトルラガースミックススパイラル。プロット、マイナスパ 4π、パイマイナス8、10、マイナス8、61.19? t のタイトル。現在では標準で GUI フロントエンドが付属しているが、ニュープラットを対話的に使いやすくするための GUI、フロントエンドアプリケーションも以下のように多数存在する。過去には GNU オクターブのプロットエンジンとしても利用されていた。ありがとうございます。